イサキとサトシのサウナ講座。イエーイ。今回の動画ではまだサウナにあまり入ってない方だったりとか、サウナってなんぞやと思ってる方たちに向けて、サウナについてのちょっと講座を開いていきたいと思いますね。はい、わかりました。まあね、この動画を最後まで見れば、うん、サウナのことを全然わからなくても、うん、なぜみんながサウナに行ってるのか、またサウナの魅力についてもわかると思うので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、まあ、今回の動画では、まあ、大きく分けて2つ、皆さんよく耳にする整うって何、うん、っていうところと、サウナで得られる効果、まあ、この2つをメインにちょっとお答えしていければなと思っております。はい、サウナの入り方とかは別の動画でもちょっと解説してるので、概要欄に貼っとくので、ぜひそちらもご視聴お願いします。お願いします。じゃあ伊崎くん、はい、早速ですけど単刀直入に聞きます。はい、整うとは？整うっていうのは、赤いジャケットを着た、あと浅草演芸館にいるピン芸人がお題をもらって、こう謎かけをするんですけど、その時に整いましたっていうんですけど、ネズッチじゃん、ネズッチじゃん、ネズッチじゃん。すいません、茶番はここら辺にして、整うっていうのはサウナに入って水風呂に入って休憩をしている時に得られる、一言で言うと恍惚感、まあ、幸せ感、スーパーリラックスした状態のことを指します。じゃあ、なんで休憩してる時にそんなリラックスできるのか、普通に外でね寝転がってるのと違うんですよ。それをちょっと説明させていただきます。まずサウナに入るとめちゃめちゃ暑い状態で体は危機的状況に陥ります。で、水風呂にそのまま入るんですけど、水風呂に入った時もすごい冷たい状態、この時も体は危機的な状況だと感じます。はい、この時に何が起きてるかっていうと、まあ、とにかく暑い、とにかく冷たい、日常生活じゃこんな状況ないよっていうね、風に体は反応しています。はい、なので交感神経がぶち上がって、はい、脳を働かせてる暇なんてないんですね。はい、で、その後に休憩、まあ僕たちは外気浴っていう言葉とか内気浴って呼ばせていただいてますけど、休憩することによってようやく日常の安心した世界に戻ってきたぞと、今まで交感神経を優位に働かせていたのが副交感神経優位に入れ替わってリラックスできるんですね。うん、でもこれって普段のね、ベッドに入ってる時の副交感神経とは違って、実はサウナに入って水風呂に入っている時に脳から出ているアドレナリンだったりエンドルフィンとか脳内麻薬、脳内物質がまだちょっと脳に残ってるんですよ。外気浴中にってこと？そう、最初の2、3分だけって言われてるんですけど、はい、体はとってもリラックスしてるのに、うん、脳はそのアドレナリンとかエンドルフィンが残ってるっていう、日常生活ではまずありえない、すごい珍しい状態になります。なので、すっごいリラックスしてるのに頭は冴え渡ってる。なんていうかな、眠いんだけど、うん、めちゃめちゃ目はパッチリ冴えてるみたいな、ね。不思議な状態ってやつですね。そう、不思議な状態に陥ります。これが整うってことなんですよね。はあ、それは体感でわかる？体感でわかりますね。僕サウナ歴11年あって、正しいサウナの入り方をたまたまね、11年前からやってたんですけど、その時に整うっていう言葉がなかったと思うんですけど、もう僕ね、整ってるって言ってたんで、そのぐらいもうぴったりですね、言葉が。整うのイサキ発祥だったわけ。そう、実は実は僕が考えてました。なるほどね。はい、なので、まあ、それだけね、本当に気持ちいいというか、まあ、普段では絶対味わえない状態になれますね。うん、これがまあ整うっていうことです。なるほど。はい、まあちょっと難しいところも何個かありましたけど、うん、入ってみればなんとなく、あ、そういうことだったのかって分かりそう。そうなんですよね。うん、なんかこの僕もちゃんとやっぱメカニズムとか聞いた後に入るとやっぱ分かるよね。いや、分かるよね。うん、ちょっと今行って行きたいもん。行きたいね。じゃあその気持ちいい状態を味わいたくて行ってるわけ。それがね、うん、一番大きいんですけど、はい、サウナには他にもある。そう、他にもね、めちゃめちゃいい効果があります。いい効果ね。実はサウナって医学的に体にめちゃくちゃいいって証明されてるんですよ。医学的に？医学的に証明されてんの？はい、もうね、医者でも何でもないですけど、はい、もう僕が代表して語らせていただきます。はい、ぜひ教えてください。はい、サウナに入ると
体が戦闘状態に入って、うん、脳は休まざるを得ないので、うん、強制的に脳を休ませることができるんですよ。この現代社会、うん、まあ、ストレス社会ですよ、はい、もう脳って休まる暇がないんですね。どこを見ても駅の広告だったりスマホだったり LINE の通知だったり、もうね、いろいろ考えてます脳みそって。なるほどね、まあ、無意識で脳を使ってるわけだ。そうなんです、無意識の状態で休んでると思っても脳って休んでないんですよ。あ、何にもしてなくてもね、こうやって、はい、何にもしないでボケーとしてるだけでもなんか部屋の景色だったりとかそういうのに脳は使ってるわけだ。使ってます。はい、なんかサウナの中とかで、うん、まあ暑くて大変じゃん、きついじゃん、うんうん、なんか歌う頭の中で歌ってごまかそうと思ってもなんか途中でなんか、うん、歌よく分かんなくなっちゃうとかいつの間にかやめちゃうときない、うん、あるあれって脳働いてないのよ、強制的に休んでんの。じゃあサウナ中はそういう歌をなんか自分で頭で思い浮かべたりってあんましない方がいいの？まあ、脳を休ませるっていう意味では瞑想、瞑想してた方がいいかもしれないね、うん、ポイントですね。はいはい、効果2つ目、脳を休ませるだけにはとどまらず脳の老廃物を押し出して脳をすっきりさせてくれます。え、なんで？実はサウナに入っている時って、うん、暑いので血流が良くなりますよね。あ、はいはいはい、全身の血流が良くなります、はい、心拍数も上がるしね。上がりますね、心臓すっごい働いてます、うん、で水風呂に入った時皮膚表面の血管は締まるんですよ、うん、ただ同じだけの血液は送り出さなきゃいけないので、うん、体の中心部の太い血管は動いてます。うん、でその血管は脳にもつながっていて、はい、そこから一気に血がバーッと脳に流れることで、うん、脳の老廃物を押し出して、うん、脳をすっきりさせてくれます。へー、まあね、なんか血が老廃物を押し流すんだっていうのを僕たちは正直わかんないんですけど、医学でそう言ってるんで。なるほどね、どこ行っちゃうんだろうね、どこ行っちゃうんだろうね、どこかが汚れそうだけど老廃物をこっから出る、溜まった老廃物を平均的にしてくれるのねえ、ちょっとよくわかんない、よくわかりませんけどね、でも医学が言ってるんで、まあそういうことなんでしょうね。僕たちよりも何倍も勉強されたお研究してる人がね、いるわけですからね、言ってるんで、うん、間違いないと思います。なるほど、はい、じゃあ何、サウナは脳を休ませることができるのと老廃物を取れるということですか？はい、以上がサウナの効果にはなりません。まだあります。まだある。はい、脳を休めるとかにちょっと近いんですけど、あの自律神経を整えてくれるんですね。うん、自律神経って何かっていうと交感神経と副交感神経のことです。はい、これの切り替えが上手になります。人間って普通起きている時は交感神経が優位に働いて、うん、寝ている時とか休む時には副交感神経が優位に、一日の中でこうゆっくりね入れ替わるんですよ、うんうん、なんですけどさっき言ったようにサウナだとあっパッパッ、そうパチッパチッパチッってスイッチを切り替えるみたいな、交感神経副交感神経が入れ替わるので、うん、スイッチを入れるのが上手になるというか、うん、切り替えが上手になります。なるほどね。はい、それによって得られる効果って何かっていうと、うん、感情的にならなくなったりとか、うん、睡眠の質が良くなったりとか、そういう効果が、めちゃくちゃいいじゃん。そうそうなんですよ、だって僕たち怒んないじゃん。まあそうだね、うん、怒んないサウナの効果ですよ。あ、サウナの効果なんだ。そう、サウナ入らなかった世界線想像してみ、あ、塀の中入っててもおかしくないからな俺ら塀の中入ってもおかしくないんだ。おかしくない、サウナに救われてます言い過ぎやでね、まだあるんですよ。まだあるのか。そう、まだあるんですよ。4つ目、まあ、単純なんですけど、うん、やっぱり汗をいっぱいかくことによって代謝が上がって、うん、痩せやすい体になりますね。他にもまあ、汗をよくかくわけじゃないですか、うん、エアコンとかがすごい普及してるんで、うん、まあ、人間ってなかなかこの体温調整機能を上手に使えてないんですね。おお、退化してるんだ。退化してます。なんですけどサウナに入って、まあ、そういう汗を出したり、うん、水風呂に入ってまた冷たい感覚を味わったりすることで体温の調整機能が上手に使えるんですね。なのでサウナに入っている人は、うん、もう風邪をひきにくいって、うん、
これも医学で言われてます、まあ、そういう意味で、まあ、健康的になれるっていうのが、まあ、サウナの効果です。まあ、他にも目肩腰の疲労が取れたりとか、アイデアが湧きやすくなったり、あと肌が綺麗になったりとか、そういう健康的な効果がねいっぱいあるので、ぜひ皆様もねサウナにね入ってください。すごいね、サウナの効果すごい。で、イサキは逆にその情報をどっから取り入れたの？ちょっと概要欄にも載せておくんですけど、医者が教えるサウナの教科書っていう本がありますので、そちらを読んでいただけると僕たちの話よりもっと詳しく分かると思います、うん、なるほどね。これをねかなり僕たちも元にしてやっぱサウナを選んだり、サウナに入ってます。まあ、そんな感じでね、このチャンネルでサウナに関する情報やサウナのレビューを上げていますので、サウナの皆様チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行ってほしいサウナとかね、撮ってほしい動画とかあるとコメント欄に書いていただけると非常に励みになります。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。そんな感じで